今日は2023年度個人株主増加数ランキング第10位の信越化学工業の株価見通し解説がテーマです。皆さんこんにちは。お金の学校校長の今川和明です。この度2023年度個人株主増加数ランキングが発表されました。ということで今年も個人株主増加数ランキングにランクインした銘柄の株価見通し解説をお届けしていきます。このランキングは2019年度から個人株主が増えているということは個人投資家の注目度が高い銘柄のはずと思いまして株価見通し解説をお届けしてきたわけなんですけれども、おかげさまで好評いただいているシリーズです。このシリーズはお金の学校の歴史を刻む立役者と言っても過言ではなく、このシリーズの視聴回数が伸びたことでおかげさまでチャンネル登録者数も大きく増えました。今年も多くの方にこのシリーズをご視聴いただきまして、新たにお金の学校を視聴いただける方が増えていったらいいなと期待しています。ということでこの度トップバッターを飾る第10位にランクインしたのが信越化学工業です。信越化学工業は塩化ビニール樹脂半導体シリコンウェハーで世界トップの企業です。昨年は株式分割をして買いやすくなったことで個人株主を多く増やしたと思われます。その分注目度も高く YouTube ライブですとか個別相談でもご相談をいただくことの多い銘柄です。そんな信越化学工業の株価の動向はいかに、詳しく解説していきます。今日はこちらの流れに沿ってお話を進めていきます。まずは信越工業のビジネスモデルを紹介します。信越化学工業は1926年に信越窒素肥料が設立されたのが始まりです。半導体シリコンウェハ塩化ビニールでは世界シェアトップの企業です。信越化学工業は5つの事業セグメントを展開しておりまして、塩ビ化成品事業、シリコン事業、機能性化学品事業、半導体シリコン事業、電子機能材料事業があります。各分野の製品において世界的に高いシェアを保有しています。信越化学工業の強みはこれらのバランスの良い事業セグメントにあります。塩化ビニール樹脂やシリコンはあらゆる分野で広く利用される汎用素材で、シリコンウェハーやレアアースマグネットは半導体や環境対応車用モーターといった先端技術分野で使用されます。これらの組み合わせによって生まれる変化に強い経営基盤が信越化学工業の強みです。また納期厳守を徹底すること、設備投資の規模や時期の判断の的確さも強みと言われています。例えばアメリカの製造業では納期が厳密に守られることは少ないこともありまして、アメリカ内でも高い評価を受けています。現場から緻密に顧客のニーズを吸い上げて、それを設備投資するタイミングに活かしていたことで発展を遂げてきました。現在は日本の化学業界で時価総額や利益金額でトップを独走する化学メーカーとして圧倒的な存在感を誇っています。直近の代ではシリコン事業の拡大に向けて中国の浙江省に新会社を設立してシリコン製品の新工場を建設すると発表しています。またミマス半導体を TOB を通じて完全子会社化すると発表。完全子会社化によって両社の協力体制を強化することでシナジーを生み出して企業価値の向上を目指す狙いです。具体的には生産技術や設備の共有によるウェハー生産能力のより円滑な配置や人的交流の拡大、知見やノウハウの共有によるウェハーの品揃え拡充、ミマス半導体のコスト削減、信越化学工業グループのウェハー再生技術の応用、ミマス半導体のスピンプロセッサの販路拡大、災害時のリスク分散強化などを期待するとしています。続いて信越化学工業の直近の決算内容を解説します。2025年3月期第1クォーターの決算発表なんですけども、売上高は5979億3000万円前年同期比 0.2% 減、営業利益は1910億2300万円前年同期比 0.1% 増、純利益は1440億2100万円前年同期比 6.3% 減となっています。アメリカの住宅需要の堅調を受けて塩化ビニール事業で北米を中心に値上げ交渉が進んでいることに加えて、化成ソーダについても値上げを実施したことが寄与しています。また半導体市場の底打ちでシリコンウェハ、フォトレジスト、マスクブランクスなどの半導体材料需要が回復してきていることも貢献して、前年同期比でほぼ横ばいの動きとなりました。また4月に公表を見送った2025年3月期の連結業績予想は増収増益で、
売上高は前期比 3.5% 増の2兆5000億円、純利益は 2.5% 増の5330億円を見込んでいると発表しました。電子材料事業が好調なことなどを反映させたとのことです。減損など一過性の要素は想定していないものの、斉藤社長は決算説明会でやや固めに見ていると話しています。年間配当は前期比6円増の1株当たり106円と発表しています。続いて信越化学工業の株価見通しをお伝えします。まずはここ3年間のチャートを見ていただきますと、株価は昨年1年間で 1.8 倍近くまで上昇を遂げました。まあ、株式分割についてオープニングで触れたんですけども、ここで1対5の分割を行っています。まあ、一時はこのあたりですね、4500円前後で調整期間もあったんですけども、中間決算で市場層を上回る内容を発表、さらにアメリカで半導体関連株の好調な動きを追い風に上場来高値を一気に更新した格好です。今年3月に6926円まで上場来高値を伸ばした後、調整段階となっていたんですけども、2025年3月期第1クォーターの決算発表で市場予想を上回って増益を確保したのがポジティブサプライズとなりまして、大幅反発。まあ、上場来高値更新まであと一歩のところまで上昇を遂げました。信越化学工業の本日の終値は6422円で、年間配当金は106円を予定しています。よって配当利回りは 1.6% となります。ちなみに信越化学工業は株の集大制度を行っていません。直近の動きに目を移しますと、8月5日の日経金株価が急落した際には年初来安値を更新する水準まで下げたんですけども、まあ、現在はほぼ急落前の水準まで戻してきておりまして、テクニカル面でも、まあ、再び年初来高値を目指せる展開になってきたと思っています。信越化学工業は11月29日を期限に発行済み株式の 1.1% にあたる2200万株を上限に自社株買いを発表しています。これが株価の下支え要因となるとともに、取得した全株を焼却するとのことで、株主還元に積極的な点も投資家から好感を持たれています。現在の株価水準で PR は24倍となっていまして、まあ、信越化学工業にとっては割高でも割安でもないというニュートラルなポジションだと思います。ただ決算解説でお伝えしたように、控えめに見ているという斉藤社長のコメントもあるように、まあ、中間第3クォーターと業績の上積みにも期待が持てそうです。業績に上積み、それを受けた増配などの発表があれば、年初来高値を更新していく展開にも期待ができそうです。まあ、それがないとなれば、この年初来高値付近を上限としてアップダウンしていく展開を予想します。続いて信越化学工業の今後の懸念材料についてお話しします。信越化学工業にとって電子材料事業の成長のためには、シリコンウェハーをはじめとする半導体事業の多面的な拡大が不可欠と言われています。その一環で見ます半導体工業を完全子会社化した経緯もあります。一方で半導体業界は景気循環の影響を受けやすく、足元では在庫調整や材料価格高騰などの変化に直面している状況です。今後の景気動向次第では、業績が下振れ、株価にも影響する可能性が出てきます。今日のまとめということなんですけども、信越化学工業は日本の化学業界トップを独走する企業です。今期の通期業績見通しを受けて、株価は年初来高値更新を狙いに行ける動きを見せているんですけれども、世界景気動向次第で業績が下振れするリスクもありますので注意が必要です。こういったリスクを抱えながらも、目先はチャート面からも年初来高値更新に期待をしていきたい銘柄です。今回もご視聴ありがとうございました。オープニングで紹介中のニコニコチャンネルプラスお金の学校雑談部屋では、あなたの資産運用に役立つ情報をテキストや動画、個別相談を交えてお届けしています。詳細については動画の概要欄からご確認をお願いします。あなたのご参加お待ちしています。